アゴスティック相互作用は有機金属化学の専門用語であり、中心繊維金属とその配位コナカの C、H 結合における3中心に電子結合を意味する。酸化的負荷、還元的脱離などの多くの触媒反応がアゴスティック相互作用を特徴とする中間体を介して進行すると提案されている。 アルキル排子、アルキリデン排子及び、ポリエニル排子を有する有機金属化合物で、アゴスティック相互作用が観察される。アゴスティックという用語は、自分に近づくという古代ギリシャ語に由来し、古典学のジャスパー・グリフィンの提案に基づいて、モーリス・ブルックハートとマルコム・グリーンが造語した。通常、アゴスティックス相互作用は、繊維金属原子の近くにある、アルキル元、または、 ありーる元の炭素水素シグマ結合が関与する。炭化水素地換気と範囲不法は金属作体との相互作用は1960年代以来注目されてきた。例えば、二塩化トリスルテニウムでは、ルテニウムの金属中心とフェニル間のオルトイにある一つの水素原子との間に相互作用が観察される。水素化放送作体は、 三中心に電子結合モデルとして説明される。もう32アゴスティック相互作用を特徴とする。アゴスティック相互作用の存在は結晶構造解析、特に中性子結晶構造解析によって明瞭に示される。X 線結晶構造解析では通常水素原子の位置を正確に特定できない。中性子解説データは アゴスティック相互作用に関わる CH 結合距離および MH 結合距離が金属水素化物および炭化水素で予想される距離よりも5から20%長いことを示す。アゴスティック結合では金属と水素の間の距離は通常1.8から2.3であり MHC の角度は90度から140度の範囲である。1HNMR スペクトロスコピーでは アゴスティック水素は、通常のアリール、または、アルカンと比べて、アップフィールド領域にシフトする。アゴスティック水素の結合定数 1JCH は、SP3 炭素水素結合から予想される 125Hz から、通常70から 100Hz に低下する。二電子三中心結合の例示として、もう3-2のシクロヘキシル元を示す。ティクル3の構造。 メチル元と TI 中心との間におけるアゴスティック相互作用を強調。m n 3とトリフェニルシランから誘導されたシグマ作体。アゴスティックという用語は炭素、水素及び金属間の二電子酸中心、結合相互作用を表現するために用いられる。トリフェニルシランが金属中心に結合するとき、アゴスティック相互作用のような酸中心 SI、 AGM 相互作用を示す。しかしながら、この相互作用には炭素が含まれていないため、アゴスティックに分類されない。アゴスティック相互作用は、アルケン1号、立体化学などで重要な機能を果たす。ありがとうございます。